民進党新緑会の小西洋之でございます。冒頭、金子委員長に発言をお願いしたく存じます。決裁文書の改ざん問題については、何ら真相究明がなされておりません。会計検査院による検査の件もあります。今後においても、必要に応じて速やかに予算委員会を開くべきと考えます。本日以降の予算委員会の継続的な調査のあり方について、委員長の決意を確認させていただきたく存じます。本日の締めくくり質疑の終局後は、平成30年度総予算3案の討論採決が行われるわけでありますが、国政上の諸課題がこれだけ山積している状況にありますから、予算委員会は総予算の審査が終了したら終わりということは、私としては全く考えておりません。特に決裁文書を書き換えの問題につきましては、財務省に対し、本委員会が要求している資料等を速やかに提出するよう改めて要請するとともに、財務省内の調査結果を一日も早く本委員会に報告するように求めます。理事会や委員会につきましても、筆頭間でしっかりと協議をいただいた上で、理事の間で協議をいたしまして、必要に応じて開会することは当然であります。委員長といたしましても、予算委員会として主体的かつ継続的に本件事案の真相解明に当たることができるよう、引き続き努めてまいりたいと思います。委員長、具体的かつ詳細の力強い決意を誠にありがとうございました。委員長のご指導をお願い申し上げます。では質問に参らせていただきます。森友の文書のこの改ざんの問題について伺います。財務省に伺いますが、現時点で財務省、またあるいは財務省が確認できている他の政府の部局において、この土地の処分の経緯ですね、交渉ですとか、あるいはいろんな政治家の言動があったとか、そういうようなもの、そうした経緯などを記した文書は、公表された改ざん文書以外にあるんでしょうか。大谷財局長。お答え申し上げます。今回、決裁文書の書き換えということで、こういうことをいたしてしまって、大変申し訳ない、深くお詫び申し上げねばならないというところでございます。その上で、今ほど委員のご質問は、面談記録なり、交渉記録なりということでございます。で、これは基本的にこれまで、そういう文書の取り扱いについてのルールはご説明をしてまいりましたが、こういう事態が正直に申し上げて、今回のことは、個人が手控えとして持っていた、書類なり、あるいはパソコンの個人のパソコンの中に入れておったりというところから発見をしておるということでございますので、そういうものがないということは断言できる状況にはないと、こういう状況に至ってはというふうに思っております。そういう意味で、できるだけ速やかに、そういうことを他のものにどういうものがあるかというのを探さなければいけないというのは、本委員会でもこれまでの質疑でも、御党からも ご質問をいただいております。でそれを踏まえて、まずはこの14文書のところのいろんな調査を含めて、それが第一義ですが、このところにできるだけ早く一段落をつけて、その上で順番をそれで遅らせようと思っているわけではありませんが、そういう対応をさせていただきたいという強い気持ちを持っているということでございます。小西洋之君。現時点で、決裁文書以外にあるかという質問をいたしました。大谷財局長。現時点ではまだそういうところに至っておりません。申し訳ありません。委員長、小西洋之君。明確に答えてください。何の文書しかないと答えてください。大谷財局長。現時点では、決裁文書の書き換えということを探すことが第一義でございましたので、決裁文書の書き換えについて、この14文書以外にはないということが今、申し上げられるというふうに思っているということでございます。小西洋之君。経緯等を記した文書を聞いております。大谷財局長。先ほど申し上げました通り、そこのところにはまだ 手がついておらないので、だから現時点ではないというふうに申し上げております。はい、小西。これより昨日の佐川証人の、虚偽の陳述ではないかということについて、昨日の、証人喚問におきまして、このように言っております。政治家などの関与がなかったことの理由として、昨年勉強してずっと一連の書類を読んで国会で答弁させていただいた中で言えば、総理も総理夫人の影響もありませんでした。ずっと一連の書類を読んでというふうに言っております。佐賀財務省に伺いますが、佐賀証人が言っているこの書類、何なんでしょうか。大谷財局長。お答えを申し上げます。昨日の証人喚問で、佐川前長官が
お話をしておりましたのは、要すれば森友の事案は昨年の2月の頭に最初非公開だったことで報道があってからということでございましたので、それ以降ということでございますから、基本的には財産の概要あるいは契約に関する書類あるいは不動産鑑定書、書類という意味ではそういうことだと思います。その上で、多分関係者からいろんな話を聞いて、昨日申し上げお話があったようなことをお話があったということだと思っております。小西君、このずっと一連の書類を読んで、政治家などの関与がないことを理解しているというような答弁をしているわけですけれども、その書類がすでに我々国会議員に公開されているような書類のみであれば、こうした断言はできないはずなんですね。決裁文書については我々は政治家の関与がまさに示す証拠であるというふうに言っておりますけれども、その決裁文書以外に財務省として、政治家などの関与がないということを示す、この佐川証人が言っているような文書の存在を把握してますでしょうか。大谷財局長。お答えを申し上げます。おそらく佐川前長官のご証言ですから、私はあの部分が全部わかるわけではありませんが、逆に言えば政治家の不当な働きかけといったようなものを示すような書類は彼は目にしていないということをおっしゃっているんじゃないかというふうに思います。小西洋君。委員会にお願いをしたいと思うんですけれども、この佐川証人が言っていたこの政治家などの関与がないと判断したこの書類、これが一体何かについて、国会法140などをもとに佐川氏に説明あるいはその資料の提供、そしてまた財務省に対しても佐川氏のこの証言を証する書類を提出するようにお願いいたします。理事会で協議をさせていただきます。小西君。はい、書類を読んで政治家の関与がないということを言ったわけですが、その書類が何たるかが説明できなければ佐川氏の証言は根拠を失うわけでございます。もう一つ、佐川氏は政治家の関与がない証拠として不動産鑑定士に基づく、土地の売り渡しであったのでというふうに言っております。会計検査院に伺います。佐川氏の不動産鑑定に基づく、土地の売り渡しの価格が適正であったということについて会計検査院は認めますでしょうか。会計検査院川手委員長。3月27日の証人喚問において証人がどのような趣旨で発言したかにつきましては、会計検査院として承知しているところではございません。土地の売り払いについて申し上げれば、会計検査院は報告書において地下埋設物撤去処分概算額8億1974万円4円は算定に用いている震度混入率について十分な根拠が確認できないものとなっていたり、本件処分費の単価の詳細な内容等を確認することができなかったりなどしており、地下埋設部撤去処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたと認められると記載しているところでございます。小西君。今の答弁、要すれば売り渡しの最終価格について会計検査院は適正性の根拠を持っていないということでよろしいでしょうか。会計検査院戸田第三局長。お答え申し上げます。土地の売り払いについて申し上げれば、本件処分費の単価の詳細な内容を確認することができなかったりしており、地下埋設物撤去、処分概算額を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたと認められるというふうに記載しているところでございます。小西君。またこれで総理夫人等の関与がないという佐川証言の答弁の根拠が失われました。問題になっているのは土地の売り渡しの最終金額でございます。最終金額については佐川証人は何も言っておりません。不動産鑑定のことだけを言っているわけでございます。しかしその最終金額は適正なものではないという会計検査院の判断があるわけでございます。財務省に伺います。財務省の中にある電子ファイルですね、電子ファイルについて森友あるいは昭恵などのキーワード検索かけて、その文書がある存在するか野党合同ヒアリングでお願いしてますけれども、検査をして調査していただいてますでしょうか。大谷財局長。お答えを申し上げます。先ほどご答弁申し上げましたように、公設、応接録なり交渉記録なりといったものも含めて他の文書がないかということについて、
この14の決裁文書のことを一段落をつけた上できちんとやらなければいけないと申し上げております。その上で今委員のご指摘はそういう過程においてどうやって調べるかということのキーワード検索という話がありましたが、その調べ方の一つをご指摘いただいたものというふうに承知をしておりますので、それも含めて調べると、いろんな形でとにかく調べられるものを調べるという決意で臨みたいと思っております。小西君、委員会要求をお願いいたします。私かつて総務省で働いていたんですけれども、行政文書のサーバーですね、この森友章恵といったようなキーワードで検索すれば、それが含まれているすべての文書があっという間に出てまいります。財務省に直ちにその調査をして、この委員会にその文書があるかどうかについて報告をするようにお願いいたします。理事会で協議をさせていただきます。はい、小西洋之君。失礼いたしました。はい、では今日のさらなる本題に進めさせていただきたいと思います。この改ざん問題ですけれども、論点は2つでございます。1つは真相解明、今行ったものでございます。でもう1つは、そもそもこの改ざんが我が国の国民主権及び議員内閣制を蹂躙する、議会政治を破壊する暴挙だということでございます。参議院事務局にお願いをいたします。昨年3月2日の本委員会における委員会の資料提出要求の及び3月6日の検査院の検査要請の経緯と法制上の位置づけについて答弁をください。合原参議院事務総長。お答え申し上げます。平成29年3月2日の参議院予算委員会におきまして、委員から森友学院に対する国有地売却に関し、近畿財務局を含む財務省において作成された決裁文書およびその関連文書の提出要求がなされたことを踏まえまして、予算委員会理事会協議を経て予算委員長より政府に提出要求がなされたものと承知しております。またこの予算委員長による提出要求は、参議院委員会選令281に、報告または記録の提出要求に関する例に基づき、憲法62条に定める国政調査権の行使である国会法第104条による正規の手続きを省略して行われたものと承知しております。次に、3月6日に行われました会計検査院に対する検査要請の件についてご説明申し上げます。平成29年3月6日に森友学園への国有地売却等につきまして、参議院から憲法第62条に基づく国政調査権の行使として、国会法第105条の規定に基づき、会計検査院に対して検査およびその報告要請がなされ、会計検査院は会計検査院法第30条の3に基づき検査を行い、同年11月22日に参議院議長に報告書を提出したものでございます。以上でございます。小西君。安倍総理に伺います。今事務総長から答弁がありましたように、この予算委員会の3月2日の委員長の提出要求、そして会計検査院の検査はともに憲法62条に基づく国会法104条105条に依拠する基づく国政調査権の行使でございます。改ざん文書をそれに対して提出、国会会計検査院に提出した政府の行為は国政調査権を妨害した行為だというふうに認識ありますか、ございますでしょうか。安倍内閣総理大臣。この何回もか申し上げておりますが、財務省の決裁文書を書き換えた問題におきましては、国民の皆様の政治に対する信頼を覆す、損ねる事態となっていることについて責任を感じております。また、国会のご要請に対して、そうした事実がない文書を提出をしたことは大変な問題であり、情勢の長として、その責任を感じているところでございます。国政調査権を妨害した行為かどうかを聞いております。安倍内閣総理大臣。国政調査権を妨害したかどうか、その意図がですね、いわば国政調査権を進めていく上において、それに資するものを出さなかった、しかし、その意図がどういうものであったかということについては、まさにこれからしっかりと解明されるものだと、このように考えております。小西君。関係なくて、即興止めてください。安倍内閣総理大臣。
ご指摘の妨害ということがですね、結果としてですね、審議を妨げることになったということについては、その通りだと思っております。小西君。では、その妨害とは、憲法62条および国会法の趣旨に反する行為を内閣として行った、政府として行ったという認識でよろしいでしょうか。安倍内閣総理大臣。法令庁上のですね、この認識については、今、私はここで申し上げることはできません。小西君。いや、憲法解釈を聞いておりますので、答えてください。憲法上の解釈においてはですね、法制局で解釈をいたしますので、法制局から答弁をさせます。内閣法制局長官、横畑雄介君。横畑雄介君。憲法第62条についてのお尋ねでございますけれども、これに違反するかどうかという点については、やはり違反するというときに、やはりその意図で、故意と言いますけれども、そういう意図でこれを犯したのかどうかという場合と、結果としてそれに十分寄与することができなかったのかというところで、その違反という評価については差異がありうるのかとは思います。で、どのような経緯でこのような事態になったのかということについては、現在、調査中であると理解しております。小西君。長官に伺いますけれども、では改ざんの意図が、妨害する意図がなければ、どれだけ改ざんをしても憲法や国会法上の問題も生じない、また妨害にもならないというお考えなんでしょうか。質問の者。はい、横畑内閣法制局長官。先ほどお答えしたとおりでございますけれども、結果として国会の調査権を妨げることになったということについては、深く私からもお詫びするのは変でございますけれども、やはりその政府として、責任がある、ないとは言えない事柄であろうかと思いますけれども、違反する行為を政府がしたのかということにつきましては、やはり具体的にその改ざんと言われておりますけれども、書き換えの経緯等についてのやっぱり事実の確定ということが必要だろうかと思います。小西君。実はですね、3月2日のこの本委員会福山委員の要求なんですけれども、実は私がこの席の後ろでお願いしたものなんです。私元総務省で働いておりましたので、経緯に関する文書は全部捨てたという佐賀局長の答弁を聞くうちに、決裁文書にその経緯や売却の判断の基準が書いてあるはずだ、だからこれを委員会要求をお願いしようということで、自分の質疑の前に福山先生の質疑があったので、福山先生にお願いして出していただいたものでございます。長官に伺いますけれども、そうした経緯があっても国政調査権を妨害し、また憲法等の趣旨に反しないものだというふうにお考えでしょうか。また長官の後、総理も答弁をお願いいたします。横畑内閣法制局長官。結果として妨げたということは否定しがたいと考えておりますけれども、それが憲法に違反する行為をあえて政府がしたのかということにつきましては、やはりさらなる事実の確定ということが必要だろうかと思います。小西、安倍内閣総理大臣。ただいま、横畑長官からですね、政府を代表して、憲法上の解釈の上から答えをさせていただいたとおりであります。小西君。安倍総理に伺います。国政調査権、2つの国政調査権を妨害し、憲法の趣旨に反する行為を行った政府として、内閣総辞職をするべきだと考えますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。それは全く考えておりません。小西君。安倍内閣のもとでは、私たちの国政調査権が適切に行使、それが担保できるかどうかは分かりません。直ちに総辞職すべきです。見解をお願いいたします。安倍内閣総理大臣。それは考えておりません。小西君。戦後の内閣において国政調査権の行使を妨害した内閣は存在しますか。安倍内閣総理大臣。急に、それは通告がございませんからお答えのしようがございません。小西君。今般の事件があったにもかかわらず、そのような答弁は誠に国会に対して失礼だと思います。また安倍総理はこれまで国民に対して申し訳ないと言いましたけど、国会に対して謝罪はしたことは一言もございません。国会に対して今回の改ざんの件、謝罪していただけますか。安倍内閣総理大臣。先ほどそういう趣旨の答弁をさせていただいた
わけでございますが、まさに国会はですね、国民を代表している存在でございますから、そのいわばそれぞれの議員は国民を代表して国会に出ている、でいわばその国会議員を選んだ国民の皆様にお詫びをするということは、まさに国民の代表である国会に対してのお詫びをしているということで申し上げているところでございます。小西洋一君。内閣法制局長官、憲法66条3項を読み上げ、その趣旨について、また内閣法1条2項の読み上げと、3項との違いのを踏まえつつ、趣旨をお願いいたします。横畑内閣法制局長官。憲法第66条第3項は、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うと、規定しております。この国会に対し責任を負うというのは、内閣に帰属する行政権の行使について、これを国会による民主的な統制の下に置くという基本的な原理を明らかにする趣旨であると考えられ、その趣旨はこれまでも累次答弁しているところであります。で、また、内閣法1条、2項についてのお尋ねがありましたけれども、同項は内閣は行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し、連帯して責任を負うと規定しております。同項は平成11年の中央省庁等改革の際の内閣法の一部改正において追加されたものでありますが、当時の国会審議におきまして、小渕内閣総理大臣は、内閣法第1条の改正について、現行内閣法では必ずしも明定はされておらない内閣総理大臣と主権者である国民及びその代表者からなる国会との関係を規定上明らかにするものである旨答弁をしております。小西君。安倍総理に伺います。今法制局長官が説明になった内閣法及びその憲法の趣旨、国会による民主的な統制、そして主権者である国民の行政のコントロールを国政調査権の妨害によって欺いた、そういう内閣として総辞職する決意はございますか。安倍内閣総理大臣。その考えはございません。小西君。なぜないのか理由を答弁してください。安倍内閣総理大臣。その必要がないと考えております。それとそもそもですね、なぜ私が内閣総理大臣としてここに立っているかといえばですね、昨年の総選挙において国民の皆様から与党がその政権としての負託を得たわけでございます。私が負っている責任は、選挙で公約したことをしっかりと実行していく、その責任を果たしていく決意でございます。小西洋一君。資料の2ページ目をご覧いただきたいんですけれども、昨年の総選挙にあたり、安倍総理は、解散の8月25日の記者会見において、閉会中審査に出席するなど、森友事案について丁寧に説明する努力を重ねた、選挙はまさに民主主義における最大の論戦の場である、私自身の信任も含めてその信を問うと言っております。また選挙後、今回の衆議院選挙における各種の討論会でも質問が多くあり、その都度丁寧に説明をさせていただいたところであると言っているところでございます。改ざん文書を国会に出し、国民の情報公開請求に対して改ざん文書を出した安倍総理が、国民に対して丁寧な説明を選挙で行っていた、最大の論戦の場に選挙がなっていた。そうしたことは、私は正当性が認められないと思います。安倍内閣は選挙の正当性がない内閣として、即刻総辞職すべきではありませんか。安倍内閣総理大臣。その考えはございません。小西洋一君。選挙の正当性があるという理由を答弁ください。安倍内閣総理大臣。民主主義の根本だろうと思うわけでございます。いわば大きな政策的課題があれば、その国民に問うことこそ民主主義であろうと思うわけでございまして、その結果ですね、その結果、我々は国会において、衆議院においては284議席を獲得することができた、自民党はですね、そして与党で過半数3分の2の議席をいただいた、この責任は大変重いと感じております。小西洋一君。改ざん文書に基づく説明、そして論戦、それがなぜ選挙の正当性を与えることになるのか、答弁ください。安倍内閣総理大臣。基本的にですね、この改ざん文書、改ざんされた中身はですね、私は答弁していたことをたがえるものではなかった、このように承知をしているところでございます。そして国会というか、党首討論会においても、テレビの討論会においても、この問題は多く時間を費やしたわけでございます。その中で、私ども、ありがたいことに多くの票をいただき、政権を維持せよと。国民の声をいただいたわけでございまして、まさにこの国民の声に応えていくことこそが、私の責任だろうと、このように重く受け止めているところでございます。
小西洋君、今おっしゃった選挙の時の説明が国民の期待に応える中身を持った説明だったかどうかについて答弁ください。見解を。安倍内閣総理大臣。今ご趣旨はよくわからないんですが、国民の皆様がですね、私の説明も含めてで相対的な判断で私たちに多数を与えていただいたと、大変ありがたいことだと思っておりますし、その責任を果たしていくことが求められていると、このように思っております。小西君。内閣法制局長官、憲法全文において国民主権及び間接民主制の原理に伝って謳っている規定を一段の後段のところを読み上げてください。横畑内閣法制局長官。ご指摘の部分ですが、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものであるということでございます。小西君。改ざん文書をもとにした国会論戦、そして国民への説明、それのもとの選挙がこの今の憲法全部の国民の厳粛な信託に該当するのか、安倍総理の見解をお願いいたします。安倍内閣総理大臣。この文書の改ざん問題においてですね、国民の信頼を揺るがす事態となっていることについては責任を痛感しておりますし、国民の皆様にお詫びを申し上げたいと思います。先の放送選挙は正当な選挙であり、正当な選挙でまさに私たちが多くの特徴をいただき政権を維持できたと、このように考えております。小西君。改ざんがあっても正当な選挙と考える、その理由をもう一度答弁ください。安倍内閣総理大臣。まさに先ほどそれはもうたびたび申し上げておりますが、改ざんの中身については私が国会で述べたことを違えるものではないと、このように考えております。いずれにせよ、国会その解散そのものがですね、正当なものではないということをというご指摘をされるんであれば、衆議院議員全員がですね、それは正当性を失うということであり、選挙のやり直しということになってしまうわけでございますが、私はそのようには考えていないということでございます。小西君。改ざんが発覚してから内閣支持率が大きく下がっていますが、それでも正当性のある選挙だったというふうにお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。内閣の支持率、あるいは政党のその時々の支持率はですね、選挙が無効であったか有効であったということには全く関係ないと、このように思っております。小西君。参議院事務総長にお願いをいたします。森友学園という名前が使われた本会議あるいは委員会、衆参渡って、そして森友事案に関する質問主意書の数、第二次安倍内閣以降の数を答弁ください。合原参議院事務総長。お答えいたします。参議院におきまして、第二次安倍内閣発足後、森友学園を含む発言があった本会議委員会の回数につきましては、国会会議録検索システムに確定した会議録として登録されているものを昨日27日の時点で検索いたしましたところ、本会議21回、委員会等119回、合計140回となっております。次に衆議院につきましては、衆議院の資料によりますれば、昨27日の時点で検索した結果として、本会議20回、委員会等137回、合計157回となっております。衆議院、参議院合計いたしますと、本会議が41回、委員会等が256回、合計297回となります。質問収集のご質問ございましたが、参議院における質問収集につきましては、森友学園に関する事項について答弁を求めるものは、昨日の時点で16件が提出されております。次に衆議院につきましては、衆議院の資料によりますれば、森友の文言を本文に含むものとして、昨日時点で、39件が提出されております。参議院と衆議院、単純に合計いたしますと、55件でございました。小西洋君。安倍総理に伺います。今の、事務総長の答弁は、本日のような委員会ですね、委員会丸1、1日の委員会ということです。委員会において、森友学園という文言が使われて、審議等が行われた国会が297回あるんです、この1年で。安倍内閣が行ったことは、本予算委員会だけではなくて、衆参の国会全体を欺き、そして国会の審議を空転し、妨害させた暴挙であり、安倍内閣は議員内閣制の下で、即刻総辞職するべきであるとは考えませんか。安倍内閣総理大臣。
まあ、この問題において、多くの時間が費やされているということについてはですね、私も責任を感じているところでございます。しかし、それが総辞職に値するかということであれば、そうではなくてですね、大切なことは、国会、選挙においてですね、お約束したことを実行していくことであろう、国民を欺くということはですね、その選挙でお約束したことを実行しないということ、あるいは選挙においてそれはしないといったことを行っていくこと、これは確実にやりますよといったことを全くいらないことではないかと、こう思う次第でございます。そしてその結果は次の選挙で国民の皆様に判断されるということではないかと、このように思っております。白井君、297回の本会議委員会で森友学園が審議された、そしてそれを改ざん文書によって妨害をしていた、内閣としての責任を感じないんでしょうか。安倍内閣総理大臣。妨害をしていたということについては、先ほど、こちら側の法制局長官からもお答えをさせていただいたとおりでございます。小西君。内閣法制局長官、議員内閣制の下の我々国会議員の内閣に対する質疑の趣旨について答弁ください。横畑内閣法制局長官。お尋ねにつきましては、例えば平成26年11月28日付の小西洋之参議院議員に対する政府答弁書において、国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議員内閣制の下で、国会による内閣監督の機能の表れであると考えているとしているところでございます。小西君。安倍総理、297回の本会議委員会、衆参にわたる審議のその前提を改ざん文書によって毀損した、それは我々国会議員の内閣に対する監督責任を、それを妨害した行為だというふうにお考えありませんか。内閣総辞職をするべきではありませんか。安倍内閣総理大臣。妨害という認識については、先ほど横畑長官から答弁をさせていただいたとおりでございます。よって私はですね、依然いたしましても、まさに選挙でお約束したことをしっかりと誠実に実行していくことこそが私の国民に対する責任であろうと、このように考えております。小西洋之君。全く本質が理解されていない方でございますが、なぜこのような改ざん事件が起きたのか、そのさらに根本の史上空前の大改ざん事件について取り上げをさせていただきます。資料3ページでございます。安倍内閣の解釈変更でございますけれども、私が手に持っている昭和47年政府見解、この中に集団的自衛権を許容する9条の基本的な論理が存在する、だから合憲だと言っているわけでございます。それが安倍政権の主張が虚偽ではないのか、すなわちこの47年見解文書の解釈の改ざんを行っているのではないかことについて質問をさせていただきます。横畑長官、3ページにある長官の、私の質問と長官の答弁を読み上げていただけますでしょうか。横畑内閣法制局長官。ご指摘の点でございますけれども、これは昭和47年の政府見解における基本的な論理、すなわち結論の部分の前提となる法理の部分についてのお尋ねに対してお答えしたものでございますけれども、実はこれ、前半省略されておりますけれども、長くなりますので、あえて見ませんが、本当は 前段もご読んでいただいた方が趣旨が分かるくて、後半だけだと誤解を招く恐れはありますが、読みます。法理といたしましては、まさに当時から含まれている、それは変えない、変わらないということでございます。憲法第9条の下でも、なぜ我が国として武力の行使ができるのかという、その基本的な論理の部分は、まさにこの基本的論理、この47年見解で示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者は見守っていたということであろうというお答えをしているわけでございますと答弁しております。小西君。私の質問とまとめて読んでいただきたいとお願いいたしました。どうぞお願いいたします。横畑内閣法制局長官。もう一回よく中身を。はい、3ページの私の質問と長官の答弁をセットで早口で結構ですか、読み上げていただけますでしょうか。横畑内閣法制局長官。
かなかこのようにその省略された形態ですと、問いと答えが実はマッチしておりませんので、議事録に基づいて正確にお答えしたいと思います。平成11年7月7日の参議院の特別委員会における、あ、ごめんなさい、間違えました。こっちですね。平成27年6月11日の参議院の外務防衛委員会の議事録でございますけれども、質問者小西議員からは、昭和47年計画を作ったときに、今お認めになった限定的な集団的自衛権行使を容認する法理が含まれていたんだと、作ったときにですね、そういう理解でよろしいですか、イエスかノーかだけでお答えください。それに対して私からは、昭和47年当時の担当者の具体的な意識、認識は先ほどお答えした、先ほど申し上げた、お答え申し上げたとおり、そのような事態というのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識に立っていたわけでございますので、当時、明確に限定的な集団的自衛権の行使というものがそれに当てはまるという認識はなかったと思いますが、法理といたしましては、まさに当時から含まれている、それは変えない、変わらないということでございますと答えております。もう一つの、平成27年8月3日、の特別委員会、参議院特別委員会におけるやり取りでございますけれども、議員からは、小西議員からは、あそこに書かれている基本的な論理ですね、7月1日の閣議決定、それが昭和47年政府見解にも書かれている、その基本的な論理について、この4名の頭の中にあって、それが昭和47年政府見解の中に当時書き込まれていたという、答弁をなさっているという理解でよろしいですか、イエスかノーかだけでお答えくださいに対して、私からはまさに昭和47年当時におきましては、その昭和47年見解の結論で述べておりますとおり、個別的自衛権といいますか、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが、ここにいる外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという、旧白不正の事態に当たるのだという、そういう事実認識の下で、昭和47年見解が作成されているわけでございますけれども、その前提となっている、すなわち、憲法第9条の下でも、なぜ我が国として武力の行使ができるのかという、その基本的な論理の部分は、まさにこの基本的論理、この昭和47年見解で示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者は見守っていたということであろうというお答えをしているわけでございますというやり取りでございます。小西君。今の長官を聞いていただいた答弁でお分かりのように、安倍内閣の合憲の主張というのは、集団的自衛権を許容する9条解釈の基本的な論理になるものが、この47年見解の中に法律として当時から存在する、つまりあるんだと、今に至るまで、そしてなぜあるかというと、これを作った吉国法制局長官たちがいるんですが、その長官たちが9条で集団的自衛権は合憲という、その基本的な論理を頭で持って、それを書き込んだというふうに言ってるわけでございます。吉岡岳長官に伺います。47年見解と、47年9月14日の、吉国長官答弁の関係を横畑長官説明の上、同日の議事録の抜粋、3ページの下の議事録を読み上げてください。横畑法制内閣法制局長官。昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し、政府が提出した資料、集団的自衛権と憲法との関係は、ご指摘の吉国内閣法制局長官の答弁を含む同年9月14日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理して取りまとめたものでございまして、ご指摘の吉国当時法制局長官の答弁もこの多岐にわたる議論の一部であります。小西君。3ページの下の答弁を読み上げてくださいとお願いいたします。横畑内閣法制局長官。憲法では、我が国はいわば集団的自衛の権利の行使について自己抑制をしていると申しますが、日本国の国内法として憲法第9条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが、私どもの考え方で、
これは政策論として申し上げているわけでなくて、法律論として、その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で我が国が侵略された場合に、我が国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るために、その侵略を排除するための措置ということというのが、自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明しているつもりでございますと答えておりますが、まさに当時の事実認識を前提とした当時の答弁でございます。小西君。安倍総理に伺います。今、横畑長官が読み上げてくださったように、昭和47年憲法を作るきっかけになった国会答弁で、作った本人の吉国長官が、9条においては個別的自衛権の行使しかできない、集団的自衛権は憲法で認めるところではないと言っているにもかかわらず、その答弁をもとに作られたこの47年憲法で、なぜ集団的自衛権を共有する基本的な論理が存在すると安倍内閣は言えるんでしょうか。この憲法解釈、47年憲法の憲法解釈の改ざん行為を行っているのではないでしょうか。安倍内閣総理大臣。私も平和安全法制の論議においては、専門近くのご質問いただき、お答えをさせていただいたところであり、今の論点についても何回もお話をさせていただいておりますが、改めてお答えをさせていただきたいと思います。47年憲法において政府が示した基本的論理とは何かということであります。憲法が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底返されないということ、これが基本的論理であります。この基本的論理は政府だけが述べているものではなく、これはご承知のように、最高裁、砂川判決にこのようにあります。我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために、必要な自衛のための措置を取りうることは、国家固有の権能として、当然のことと言わなければならないと述べています。このように47年憲法における基本的論理とは最高裁判決で示された見解と全く同じ考えに立っているということを申し上げておきたいと、このように思います。その上で、昭和47年当時の安全保障環境に照らせば、基本的な論理に当てはまる場合というのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるというのが、当時の事実認識であったわけであります。ここは共有できるんだろうと思います。ところが、現在はですね、当時と状況が違う、例えば北朝鮮が弾道ミサイルを保有しており、核兵器の開発も行っているということ、他方、弾道ミサイルに対抗するミサイル防衛という手段も当時はなかったわけであります。北朝鮮が今は保有してますが、当時は保有していない、弾道ミサイルも保有していない。同時に当然それに対抗しうるこちら側のミサイル防衛もない、また同盟国である米軍の兵力数は現在に比べ、はるかに強大であったわけでございます。この大きな変化の中においてですね、我々はこの昭和40年当時とはからはですね、想像もつかないほど変化をしており、当然その中においては当てはめが変わってくるということであります。ここは大切な論点であり、私はこの論点を何回も何回もこの、平和安全法制の理論についてはご紹介をさせていただいたところであります。脅威がどの地域において発生しても、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼしうる状況になって今はいるわけであります。それも当時とは違うわけでありまして、もはやどの国も一国のみでは、自国の安全を守れないという時代になっているということの中において、半世紀にわたる安全保障環境の大きな変化を踏まえ、基本的論理に基づく必要な自衛の措置とは何かを考え抜いた結果、新三要件の下、我が国の存立を全うし、国民を守るための限定的な集団的自衛権の行使が許容されると判断するに至ったものであります。つまり、基本的論理は変えずに、この大きな変化、安全保障的な環境が変わった中において、当てはめを行ったと、新たに当てはめを行ったというのが、政府がこの平和安全法制において述べてきた論理でございます。伺ったことについて全く答えてはいられません。47年憲法を作った人が作るきっかけになった国会答弁で、吉国長官が個別的自衛権の行使しか集団的自衛権はできない、個別的自衛権の行使ができない、集団的自衛権は一切できないという答弁をしながら作ったのに、なぜ47年憲法の中に集団的自衛権を許容する9条の基本的な論理があるという主張が論理的にできるんでしょうか。2回目の質問です。ちゃんと答弁ください。通告してます。安倍内閣総理大臣のちゃんと通告しておられますので、
その通告していただいた上にお答えをさせていただいております。つまり、基本的論理については、砂川判決と軌を一にするものであるということは、ご理解をいただいたんだろうと思います。いわば必要な自衛のための措置とは何かということは、まさに私たちがそれを突き詰めていく国民の命を守るために、その責任を持っているわけであります。その中において、吉国長官の時代とはですね、大きく安全保障環境が変わっているわけであります。この時代の変化、技術の変化の中で、私たちは国民を守る、つまり必要な自衛のための措置を取っていくことは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならないと、こう書いてあるわけでありますから、その中において当てはめを書いた、当てはめを書いていくことが私たちの責任であると考え、法案を提出をし、国会においてご承認をいただき、法制ができたということではないかと思います。小西君、吉国長官が作るきっかけの47年の答弁で、個別的自衛権しかできない集団的自衛権は違憲であると述べているわけですから、集団的自衛権を共有する救助の基本的な論理はこの中に入るわけがないわけでございます。もう一度答弁ください。なぜ基本的な論理がこの47件会の中にあるんでしょうか。47件会の解釈の改ざんをやっているのではないでしょうか。安倍内閣総理大臣。いわば吉国氏はですね、47年の安全保障環境と現在を比べることは当然できないわけであります。それできるのは私たちです。できるのは私たちであってですね、当時はまさにこれは北朝鮮は弾道ミサイルも保有していない、核の能力もですね、今とは全然違うわけであります。かつそれを落とす能力、ミサイル防衛能力をいわばもう当時はない、今はある、そしてミサイル防衛能力を発揮する上においては、日米のですね、連携がそもそも必要であります。ミサイルディフェンスというのはそういうものであります。米国からのですね、米国からいわばの早期警戒衛星がしっかりと発見しという中において、ミサイル防衛を行っていくわけでございますが、その中で、米国のイージス艦とともに、それは行う可能性というのも十分にあるわけであります。そうしたことは47年当時は起こり得ないのであります。しかし、その中で、我が国を守るため、これ、審査要件がかかっておりますが、我が国を守るために展開をしている、いわば米国のイージス艦がですね、公海上で攻撃を受けるということは、我が国を守るために展開している防衛、このイージス艦の能力をミサイル防衛上必要としている中においてですね、必要としている可能性もある中においてですね、いわばここでしっかりと、このイージス艦を守るということをですね、ことにおいて、限定的に三要件の中で、集団的自衛権を行使するということは、最初に申し上げました基本的論理の中に当てはまると考えたところでございます。小西洋一君。委員長、3度聞いて、全く答えていただきませんので、せめて決意を伺わせてください。もし安倍内閣の主張、この47件会の中に基本的な論理、集団的自衛権を共有する基本的な論理が存在しないのであれば、安倍総理は内閣総理大臣および国会議員を辞職する、自衛隊と国民の命にかけて辞職する、そのことを答弁ください。安倍内閣総理大臣。審査要件を含む、平和安全法制はですね、国会において多数を得て、いわば手続きを取って成立したものであると、このように承知をしています。安倍内閣が提出した閣法であります、基本的な論理が存在しないのであれば、内閣総理大臣、国会議員を辞職するという決意を答弁ください。決意がないんですか。安倍内閣総理大臣。決意の根本についてのですね、認識が違うわけでありますが、いわば閣法として出した、しかし国会においてご承認をいただいた、国民の代表である国会においてご承認をいただいたと、このように承知をしております。小西君。合憲だという確証がないから、決意を言えないんでしょうか。安倍内閣総理大臣。これはですね、もう何回も答弁をさせていただいているようにですね、これは合憲であると、こういうことでございます。小西君。土地の売買について、議員辞職、総理辞職が言えるのになぜ違憲の問題について言えないんでしょうか。答弁ください。安倍内閣総理大臣。これはこれは全然ことの時代が違うわけでありまして、あの時答弁をさせていただいたように、いわば国有地払い下げ等々に関わるというのは、当時私の考え方ではですね、その影響力を行使し、不正なことをやった、あるいはお金を持ってやるというのが、これはあってはならないことであって、そういうことがあれば当然、辞職をするということを申し上げたわけでございます。そしてこの点につきましては、いわば平和安全法制の合憲性については、もうすでに何回も答弁をしているとおりで、総理大臣として答弁をしているとおりでございます。小西君。
自衛隊員の命、国民の命にかけて違憲であるのであれば、内閣総辞職、そして議員辞職をすると答弁ください。それができないのであれば、自衛隊員に命をかけて戦うことを常に言っておりますけれども、安倍総理は自衛隊員、国民に対して立場がないというふうに思います。決意を答弁ください。以上で、もう時間来た後だから、以上で小西洋之君の質疑を終了いたします。時間内であらなきゃ。終わりました。